扱い捨て弁当箱の蓋の真ん中に縦 10cm、横 16cm の長方形を切り抜きます。防虫網を縦 18cm、横 13cm の長方形に切ります。弁当箱の蓋2枚の間に防虫網を挟み、2箇所をセロハンテープで軽く固定し、使い捨て弁当箱の上に乗せます。トイレットペーパーを1メートルの長さに切ります。トイレットペーパーを手で細かくちぎり、ペットボトルの中に入れます。折り紙を手で細かくちぎり、ペットボトルの中に入れます。ペットボトルにビー玉を入れ、水を8分目まで入れて蓋をします。ペットボトルを中がドロドロになるまで振ります。2つ折りの新聞紙を一部用意します。ドロドロになったペットボトルの中のものを防虫網の上にまんべんなくかけます。セロハンテープを外して弁当箱の蓋を1枚外します。防虫網を注意して取り出し、2つ折りにした新聞紙の上に置きます。新聞紙を4つ折りにし、軽く押さえて水を吸わせます。2日ほど乾かして再生紙を完成させます。